おはようございます。まだまだ私奈良気分抜けておりません。本日は2022年の12月28日水曜日、大安ですね。もう暮れもね、押し詰まってまいりましたね。私ね、早速奈良から帰りましたけどね、本日ね28日、明日29日30日からなんですが、ここにねヒントあるんですけどね、本日大安ですね、良き日ですよね。30日から私丸8に行きます。舞公園、これね神戸人ならね、丸八はスーパーでね、前の後に子がつくでしょう。私そんなバカなことはいたしません。丸八はね、これは名古屋でございます。前は鶴舞公園です。私ふるさとに帰ります。30日からこんなね、神戸でなんか年越しもうざいんでね、もうここまでヒントをね見てください、大体わかると思いますよ。帰ってからね、翌日下痢でした。食事食っておりません。2日間、もうコロッケとね、蜂蜜ロールで乗り切りました。なんとかこれでも私体持ちますからね、神戸で余計な金みたいに使う必要ありませんから。私はね、奈良でたっぷりと金を使ってまいりました。ステーキよろしくございましたよ。ご覧いただきましたでしょうか。行きたい方ね、どうぞ行ってください。ですがね、クレアも予約で満員でございます。バスの発車までにあと8分ありますからね。まあ私のくだらない特徴でございますけどね、よかったらね最後まで見てください。一つね、これでこれもね、まあ、私考えました。まあ、私ね神戸なんか嫌いなんでね、奈良によし、神戸を歩くて名古屋よし、女優相模原さくら、どうでしょうか。そういうことです。いくらね兵庫県転居しても神戸好きになれなれません。無理です、無理です。私神戸なんかね嫌いですから。私はしかと興奮いたしましたからね。本日なんですがね、神戸で夏と金鉄アカデミーの黒ね、出演いたします。私も今日鹿でしょ。裏にご覧の通りね、金鉄百貨店50周年ね、この鹿のイラスト、私とこの黒持ちますとね、これ一度行いたかったんですね、金鉄アカデミーが行いたかったんですけど、今回ね機会失いました、残念ながらね。ですがね、本日暑いんですよ。神戸人なんかね、雪の対策を行っておりませんからね、絶対怪我しますよ。私なんか、ね、雪なんか慣れておりますからね、もう一面ねホワイトクリスマスで非常に良かったです、ね、神戸なんかでね余計な金使ってね、人混みの中、病気のね感染が大変でございます。私本日まず着席してね撮影しておりますけど、地にならないように気をつけますね。これを引いてますけどね。まあ、私のね、くださねこと1年ご覧いただきね、まずはありがとうございます。視聴者もね124人までね増えまして、1年間で約1週間にね1人の割合でね、まさかね28日に124人までね増えると思っていませんでしたよ。まさかですよ。まあ、私のね好みの方はいらっしゃるんでしょう。しかしね、まあ鹿なんですけどね、しかし奈良効果、名古屋効果は非常に大きいです。まあ、今日もねまだ食ってないんですけど、なんとか夜まで乗り切ります。あと2日、今日と明日我慢すればね、
もう30日の夜は名古屋です、ね、本年はね、いい1年でございました。2022年のね、幕開けは近鉄四日市駅前で迎えまして、今度は近鉄の駅は少し離れますけどね、名古屋市内で、ね、無事に年を越します。もう兵庫県でのね、年越しは回避できました。まあこれでね、もし近寄って来られますと感染を起こります。大変なんでね、私抗原検査3回ともね、陰性でしたからね、もう私に近寄るのはよほどのバカでございます。私もね、こちらのね、鹿の糞たくさん取りますからね、これに近寄るのバカですよ。まあ、もちろん洗ってますけどね、とりあえずね、夜までなんとかね、お腹は空いてますけどね、倒れないように気をつけます、とりあえずね。あ、とてもね、今日暑いです。ね、神戸なんかね、雪降りませんからね、全くね、私も転居して8年ですね、雪一回も見ておりません、神戸では。ホワイトクリスマスね、こういうことなかなか起きませんね。しかしね、私再び鹿なんですね、奈良の山口はね、もうそんなこと普通ですから。まあこの後私ね、一応本日市バスなんですけど、まだ到着するかもわからない、まだ到着はしないでしょ、まだね、本日、家に帰るのね、23時なんで、本日はね、まだ14時27分に、私はね、あさってはもうね、異国、異国じゃありませんね、神戸脱出です、もうそれがなんといってもね、嬉しいんでね。私神戸人とね、口聞きたくないんで、まずはね、本日のね、まずはね、1回目のね、最後の締めくくりにね、私ね、兵庫県なんか嫌いですから、神戸なんか嫌いですから、神戸人近寄るな、まだまだね、私のトークショーこの後夜も続きますのでね、ご覧になったら続き見てください。奈良高校、名古屋高校、非常に大きいです。まもなくバス到着いたします。